皆さんどうもこんにちは、スタジオリンクです。今から半年以上前ですが、トーマスデストロイドというロブロックスのゲーム実況をしていました。その時バグってて進めねえぞっていう感じで終わりにしていたんですが、最近公式チャンネルからバグを修正したというコメントをいただきました。いや、こんなしょぼいチャンネルが公式に補足されるとは、怒られなくてよかった。というわけで続きも気になっていたので、早速やっていきたいと思います。テレポートはトーマスかゴードンに乗るんだよ。あ、この看板魔法の線路で見た。発車まで1分くらい待つので、カットしました。カットしてるけどさ、ゴードンが全然動かないバグがあったんですよ。大丈夫かな？ちょっと先行き不安だぞ。まあいいや、レッツゴー。あれ？どうしたのかな？は、ダメだこれ、やり直すわ。今度はいけそうだね。でもまた待つのか。ディーゼル店は前もいたけど、クモのトーマスとレニアスも出るみたいだね。ゴードン待ってよ。じゃあな、チビでのロマナトーマス。はい、お二人さん。今次の駅に最初に到着したら勝ちっていう競争をしてるんだ。いや、かっこいいオープニングだよね。前回も紹介してるけど、少し変わってるからこのまま吹き替えを続けるよ。前は本命じゃなくて謎の青い機関車だったのよ。あ、レベッカ、奥にいるのは何だろう、ミアかな。 あと前回の適当な翻訳も直しておきました。やったやった。わあトーマス、早かったわね。なんてこった、バカな機関車たちめ、今回爆破させるのは1台だけじゃないぞ。思わなかったな。ねえ、次はどうするの？トーマスワールドに行くんだよ。一緒に行っていい？もちろん。トーマスワールド、素晴らしい。今度こそ復習してやる。これでショーがめちゃくちゃになるはずだ。やあみんな、トーマスワールドにようこそ。みんなこのショーを見に来ているみたいだね。なんでトーマスはあそこにいるんだ。トーマスがショーの主役だからね。今回は何もないといいけど。ショーを始めよう。音楽を変えてスピンさせよう。わあ、たくさんの機関車と車掌が集まってるね。楽しんでリラックスして冒険しよう。みんな
くんな。あんまりいい気分じゃないな。変わったけど進めない。積んだ。今回もこんな感じか。モリー、破壊される前にここから逃げましょう。わかった。まだちょっと混乱してるけど。お客さん、銃を使ってトーマスエクセを止めて。私たちはトーマスから隠れて逃げる場所を探さないと。あの後何回も止まってたので、うっかり最初の放録ができてなかった。でも進めてよかった。ここからは初見だぞ。ワンでもこんな展開やったね。打てばいいみたい。聞いてるのかな。不安。効果がないだって。この字幕前も見た。ここで使われるのか。これじゃトーマスから逃げましょう。見て、あそこにトンネルがある。あそこに隠れましょう。で、これは誰のセリフなの。まあそれはともかく、本命がトンネルに着くまで待てばいいみたい。英雄会ままで本命の荷台に乗ってたのか。何もすることがないのでトンネルまでカット。トンネル？よかった。またバグったかと思った。やっと逃げれたみたいね。他の機関車も無事だといいけど。あれは何？あらら、二人とも怖がってるみたいだね。心配しないで。僕は怪しいものじゃないから。誰なの？僕はレニアス。君は新しい機関車だね。そうよ、私は本命。そのフラットベッドでお客さんを連れてきたみたいだけど、ちょっと危ないね。私たちはトーマスに追いかけられたんだけど、残念ながら止められなかったの。なるほど。小さい人は巣のトンネルに入ることができるんじゃないかな。このトンネルはあと数分で壊れるんだ。それじゃ早く逃げないと。このトンネルに行っちゃいけない。この銃であのスパイダートーマスの動きを止めることはできるはず。というわけでいきなり始まってる。とりあえず撃て。わあ。聞いてんのかこれ。一、振り向いて撃たないとダメかな。はーし、痛くないよ。終わった。ここまで来るのにめっちゃ大変だったのに。なんか音だけまた始まってるけど、もう無理だろうな。やり直すか。2回目、やっとここまで来ました。近い。うわ、危な。さっきのとこまでカットするよ。逃げながらじゃ効かないから、ひたすら撃ちまくってみるかな。はぁ、はぁ、やっぱりダメか。はぁ、次。とにかく距離を取らないと危ない。離れよう。一緒に来てた人全然動かなかったな。やられちゃうよ。聞いてんのかわからないけど、とりあえずひたすら逃げながら撃ちます。この感じはやったかな。
ここまで来て選択しかい。とりあえず右だ。どうかな、バッドエンドは嫌だよ。お前は俺の復讐を台無しにした。なんで復讐がしたかったんだい。ずっと昔、俺はトーマス、お前以外を破壊したが、お前は俺を船に落とした。それはずっと前のことだし、橋は不安定だったんだ。なんだって。君は破壊したり、他の機関車をエグゼにしなくても、まだ役に立つ機関車だよ。そんなこと考えたこともなかったな。次の日、鉄道はいつものように戻り、幸せになった。通常機の鉄道だけ見たい。よし、とりあえずグッドエンドだね。でももしかするとレニアスも救出できるのかな？うん。とりあえずエンドクレジットを見よう。ディーゼル10のさっきのセリフの元ネタ、魔法の洗脳だったね。執念深すぎ。あの後再登場しては返してなかったかな。無事最後までできました。ありがとうございます。エドワードとヘンリーはいなかったような。このまま終わってもいいんだけど、さっきの選択式になるな。というわけで、さっきのところまで戻ろうと何回かやってみたんだけど、また同じところで何回も止まっちゃって、最後はこんな感じ。というわけなので、この辺りでこの実況は終わりにするよ。正直バグとの戦いがきついけど、すごい作り込まれたゲームっていうことは分かってもらえたかな。見てくれてありがとうございました。気になる人は自分で最後までやってみてね。ではまた次の動画で会いましょう。